はい、ありがとう。サンキューやで。こんばんは。またリベンジね、できたらいいね。こんばんは。今日大人っぽい？やった。黒い服着てるからかな、メイクかな、わかんないけど。大人っぽいって。栗のソフトクリーム食べた。いいね栗。髪の毛は今日はお仕事だったのでやってもらいました。菓子パン、そう菓子パンめっちゃ好きですよ。菓子パン大好き。かまってちゃんの水にこんばんは。今日は違うよ。今日はかまってちゃんじゃないよ。昨日はそうだったけど。長島映画見好きです、ありがとう。アイコーラス美しいの、ありがとう。まさやしさんありがとう。お団子、あ、いっぱいだ、ありがとう。今日も綺麗、ありがとう。髪の毛の違い分かってきたかもね、すごい。多分みゆはナチュラル、なんか自然とこういうやつができないから分かりやすいと思う。今日は突っ張ってるよ。菓子パンは危険だね、危険だよね。オルガン坂で見てから気になってます。あ、じゃあその調子で好きになってください。みゆ健康、健康だよ。シーズン2が始まるの？え、また出れるかな？また出たい。今日菓子パン3個も食べたよ。みゆり多いね。突っ張って、突っ張ってるよ今日も。こんばんは。チラ、トナカイさんチラ。今日も可愛すぎてキュンした。やった。キュン。キュン。ポテトは買わなかったの？ポテトは我慢しました。あ、トリピーさんこんばんは、お疲れ様。あ、みーちゃんも菓子パンだとメロンパンが好き。一緒、メロンパンが好き。初見です。中村千尋さんありがとう、可愛いって言ってくれてありがとう。いい、ありがとう。口内炎になったりしてない？してないよ。この前サラダ食べたからね。一回行ったけど楽しかった。めっちゃ楽しいよね、ハド。昨日ドボン大使ありがとう。あ、ありがとうございました。ドボン、電車乗り間違えるのかわいい。え、本当に今日やばかった。行きも間違えたし、帰りも間違えたし。17期中で気にしてる？本当？日ハムに日ハム勝ちましたか？昨日の料理は自分で作ったよ。みんな信じてくれなかったでしょ。みゆだってやればできる子なんだから。みんなみゆが料理作ったら信じてくれないけど、みゆだって作れるもん。ウーバー、ミーバーイーツは10年後、10年後にしますね。ミーバーイーツ届けるのは10年かかります。野球見に行ったことある？小学校とか中1とかめっちゃ行きました。ユニフォームも持ってますよ。乗り換えアプリ入れてないの？マップでやってます。2年後って聞いてたけど、え、なんか今渋滞にかかっちゃって、渋滞で10年後になっちゃったらしいです。指ちょっと確認させてもらってもいい？大丈夫だよ今日は。ほら綺麗でしょ、だって包丁使ってないからね。あ、はるかちゃん元気ですか？元気です。レオさんかな、ほらありがとうございます。北海道出身と聞いて見に来た。かっちゃんありがとう、北海道出身です。どさんこ、どさんこだよ。リンさんフォローありがとうございます。
研究成功でお疲れ様、ありがとうございます。今日はここ大事です。そこ強調しないで。トックさんかな、 TOKK さん、はじめまして。ドサンコポッティさん、ほらありがとうございます。今日ここの髪の毛ちょっと止めたいかも。まあいいか。みつみって何色でも似合うよね。え、そう？似合わない色あるよ多分。黄色とか多分似合わなさそうじゃない？あんま着ない。ドサンコメンバーのは応援したくなる。応援してください、ぜひお願いします。ゆりちゃんありがとう、みずみんって、ありがとう。博多の塩です、よろしくお願いします。夜しか寝れない、夜でしか寝れないのが普通らしいですよ。私もそう、夜しか寝れない、緊張しすぎて。美形ありがとう、黒に合ってるよね。なんか黒の方がさ良くないですか？なんか黒の方が似合うよね多分。ショールームイベントの話は1000人行ったらにします。黄色もありそう。黄色、全座黄色の衣装ですよ。こんばんは。青も似合いそうだけど、青好きです。白は200色、黒は、予想は20。黒はなんか作れそうじゃない？赤混ぜたりとか。毎日17期生ただいま恋愛中声見てる、ありがとう。そんな見てくれるの？踊り覚えちゃうんじゃない？そろそろ。藤京さんお団子ありがとう、ありがとう。まだ劇場でお見かけしたことない。わあ、いつか出会えることを祈っております。土曜日早く来てくれね。早く土曜日にならないかな。お話し会買ったけど12月、でももうちょっとだよ。12月、9、10、11、12、あと3ヶ月頑張ろうね。土曜日浴衣何色かな、ねみゆも分かんないんだまだ。12月の話から追加で買いました、やった、ありがとう。待ってるよ。みずみんメール始めました、あ、やった。絵日記クイズも送るからね。 SKE ファンだけど今度タイミング合えば光るで、え、待ってます、嬉しい。光るセンス、光るセンスじゃない、光るうちは待ってます。インドネシア、あ、ケミンさん、サトシックスさん、流れ星ありがとう。うちわ作って待機します、嬉しい。みんなうちわいっぱい見たいな。何回何日記クイズ、何回じゃないよ、当たるでしょ。ハロー、かわいい、ありがとう。雨女様のおかげでなんかと、え、土曜日って雨だったっけ、晴れじゃなかったっけ、雨になった。え、雨になった、もしかして。雨になったら多分私のせいです。雨が降ったら私のせいです、皆さんすみません。雨になったの、あ、ポンズさんハートありがとう。え、台風になったの、晴れじゃなかったっけ、あれ曇り、あ、曇りならよかった。雨女なんです、雨女すぎてめっちゃ雨女。横パンさん、ほらありがとうございます。サマステも雨降ったし、なんか結構雨女です。私台風3つできた、キャー、顔ファンです、ありがとう。まさとさん、はじめまして、こんばんは。初日は降ってなかった気がする。え、初日雨だったっけ、
どっちだったっけ、初日は晴れてたよ確か、快晴だった気がする。ゆきりん先輩、ゆきりんさんとお仕事した日も雨でした。ケミンさん、はじめまして、ありがとう。アットジャムさんでめっちゃ見てました。え、嬉しい、ファンになってくれましたか。DM さん、フォローありがとうございます。ダブル雨女、そうなんですよ。一本の場合はペンライト、水色かな、水色振って一本だったら。マーコさん、こんばんは。黒田大地さん、フォローありがとうございます。アメシマミユなのよ。うん、アメシマミユなんです。キツネダンスみたいな、乗せるところがないな。みずみ、晴れでした。初日は降らなかったみたい。アメシマミユ。サイリームは2本です。サイリームっていうかペンライト2本です。水色とピンク、みんな振ってね。 TikTok やってないんだよね、みゆ。え、Twitter に載せるの。恥ずかしい恥ずかしい、インスタ恥ずかしい恥ずかしい。ファンミやペンライトいらないかな。どうだろう、振ってくれてたら嬉しいかも。あ、かずやさん、やっほー。え、22日か、あるかな。22日誕生日おめでとう。眉毛が自然な感じですごく好きです、ありがとう。ケンタロウさん、ほらありがとうございます。うちわ持っていくけど、やった、うちわでも嬉しいよ。なんかみゆのファンだよっていうのが分かればめっちゃ嬉しい。水色とピンク目立ちそう、目立つと思う。ペンライトなくても見つけられると思うよ、確かに。でもなんかみゆ推しだよっていうの見せて。17期公演行きたいな、ぜひ来てください、待ってます。みんなで見栄え、いつ届いた、嘘、飛行機でも乗ったんかな、近そう、やった。土曜日劇場公演で初めて実物見ました。やばい、実物とよりもん、こうやってはく、え画面で見るよりも、いや、なんか違ったとか言われそうで怖いです。ファミニーうちは持ってくね、ありがとう。1000人超えた。じゃあショールームイベントのお話ししましょう。お話ししましょうって言っても、待ってね、カズさん、マニャンコさん、はじめまして、ありがとう。実物かわいいよ、うん、やった、ありがとう。ねショールームイベントが始まるんですけど、なんとアバターとあと渋谷、あ、アバターとショールームの番組と渋谷の広告に出られる、うん、載せていただけるんですけど、それがポイント制になってて期間が短いので、でも私は広告を目指して頑張りたくって、そう、広告やっぱ大きいし、多分渋谷だから人もたくさん来るから見つけてもらえる機会だなと思ってて、17期研究生みんな可愛いからさ、きっと見つけてもらえるかなと思ってて、だから今は朝、うん、1日
ちゃんと3時間くらいやろうかなって思ってて、3時間くらいやろうかなと思ってるんですけど、広告って大きいの？多分大きいと思います。ごめん。何をすればいいの？星を投げてほしいんですよ。星を投げてほしくて、なんか電話番号登録みたいなのをしたら星投げとかコメントも反映されるので、ぜひ皆さんお願いします。協力してください。お願いします。ちょっと待っててね。ごめん、ありがとう。大丈夫かな。やっぱ声聞こえる？ごめん聞かなかったことに。大丈夫かな。ただいま有料ゲストも反映されます。一回切る？大丈夫だと思う。またサイレンになっちゃうかもしれないけど大丈夫。ありがとう、みんな心配だね。うん、心配。他の子とね、まだね会えてないんだよね。ショールームのイベントやるってなってから会えてなくって、だからちょっと話し合えてないけど、多分みんな一緒に住んでる子たちとはシェアハウス組は、やばい、渋谷に広告載るってみたいな感じでお話ししてたので、みんなちょっと広告乗りたいって思ってるので、ぜひ協力してください。お願いします。お願いします。お願いします。でさ、やっぱり私は学校にも行ってなくって、でも他のみんなはほとんど結構学校、高校生とか中学生とかで学校行ってたりとか大変だと思うから、その分自分が、私がちょっとみんなの大変な分を補わないときっとみんな倒れちゃうから、私がねちょっと頑張ろうかなと思ってて、頑張ります。あ、無理しすぎないでね。大丈夫だよ、ありがとうラムネさんフォローありがとうございます。ジェシーかと思ってた。違うよ無理はしないでね。ありがとう、無理はしません。あ、そっか、昼夜夜でいいのか。そうだね、昼夜夜にしようかな。朝は学生が頑張ってくれますかね。そう、しかも私結構もうショールーム慣れてるの、慣れてるっていうか、もう結構配信とかみんなよりもしてる方かなと思ってて、してるよね多分してると思うので、そうちょっと頑張ります。夜2回できる日はやろうかなとか、2回できなかったら長い時間とか、うん、昼間もやる。でさ、
星なぎます、ありがとう。あの電話番号登録お願いします。皆さん朝はね、うん、できたらやる。8時以降かなって感じです。そう、配信できない時間、そう狙っていこうかな。17期で一番配信多いと思う。本当？今だったらそうだよね、多分きっと学校行ってないし。そうだからちょっと頑張ります。調子、この調子で。あ、タクゲンさんありがとうありがとうありがとう、チチ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 ありがとう。引き続きお願いします。8時以降はもう仕事始まってる。夜もやるよ。あ、ターチャーだ。お昼ご飯食べる配信とか、うん、するよ。ご飯食べるのは結構すると思う。学校行ってないってなんかかっこいい。なんでなんでなんで。あとはね、公演、一人公演しようと思ったの一人ただいま恋愛中公演しようと思ったんですけど、曲探したらさ、ほとんど入ってなくって、制服が邪魔をするとかしか入ってなくって、だからクマのぬいぐるみとかも入ってないし、ユニットも入ってなくって、アカペラアカペラか、アカペラやばいよ多分、音痴だからないんだよ。そう、ないんです。高徳さん、お団子ありがとう。オンリートゥデイどうだろう。オンリートゥデイ調べてなかった。セルフ音源ねえ、公演曲少ないよね。みずみの歌が可愛くて好きな、ありがとう。音程外れてもいいなら全然アカペラでやる研究生みんなで合わせて目標ポイント達成したらみんなで広告に出れる。そういうことです、正解です。リコーダー私めっちゃ下手くそですよ。お料理配信とかどうだろう。お料理配信、あの家が特定されない背景であれば多分できると思う思います。やりたいんだよね、本当は。みーもやりたくって、だからちょっと探すね、背景多分できると思う。音程外れたらやめて、しんちゃん指摘しないで。これ包丁使われるようにしてね。自己配信になるかもしれないけど大丈夫。納豆に砂糖入れて食べてるとこ見た。ええよ全然。きのこありがとう、流れ星。パジャマで配信ある？あります。トウモさん美人やなって、ありがとう。本当に食べてるよ。え、嘘だと思った。月見バーガー、月見バーガーね、あんまり卵、なんか自分とか友達が作った卵以外の卵あんま得意じゃないんですよね。頑張ってください、ありがとう。15日に向けて少しおとなしくします。そうしてください、ありがとうございます。すっぴんバブ配信もしますよ、もちろん。パジャマ配信、パジャマすっぴんバブ配信もします。イベントの醍醐味でしょおいしいよ。自分が作った卵、違う、自分が作った卵焼きとかってことね。どん兵衛配信いいよ。え、でもなんかすすってるの恥ずかしいじゃん。トマトに砂糖かけます、もちろん。外食の卵を信用しないスタイル、え、そういうわけじゃないんだけど、なんか食べたいと思わないんですよね。虫は食べません。あ、ヤスさん遅刻、遅刻です。気境が好きな曲になりました、ありがとう。
ありがとう。ちちちお詫びのちちちかな。ちちちちちありがとうございます。ちちちちち、そうだからいつも愛ちゃんに卵焼きあげてるんだよ。お寿司握るの絶対無理。まず魚さばけない。あ、自主申請偉いです。よろしい。マックのあダブチ倍にすると幸せになるよ。そんな教えないでくれ。食べたくなるじゃないか。コラボ配信いいね。人が握ったおにぎりは食べれる？え、わかんない。食べれると思う。絶対の無理なことにチャレンジする配信。え、魚さばく？ライブの煽り練習しよう。ミユに当たることこの先あるかな。お、いっぱいコメント流れてる。納豆汁はないけど納豆巻きは食べたことある。お話し会申し込めなかった。緊張しなくていいのに。みゆに甘い卵焼き好きですよ。地方組でコラボ、うん、してくれるかな。お料理配信ここまで望まれる人いる？ね、え、人気じゃないですか。みんなみゆのこと、みゆのお料理好きじゃん。みなぱまさん嘘ついてる。絶対緊張してないもん。エプロン姿似合いそう。地方組みんな学生？学生です。私だけです。学生じゃないの。大変があったら申し込む。え、申し込んでお話ししたいよ、はるかちゃん。エプロン姿が見たいだけ。なんだそれ。なんだなんだ。怖いもの見たさ、そこ強調しなくていいからね。破壊神のお料理教室、イエーイとはならなくない？破壊神って言うな言うな言うな。おにぎり、ホットケーキ作ろう。ホットケーキ作ろう。みんな今ね、そう作りたかったんだ。あ、りゅうちゃん待ってるよ。ホットケーキはめちゃくちゃ上手だよ。キッチン壊さないよ。キッチン壊したらやばいからね。ホットケーキいいでしょ。サタンさん、はじめまして、ありがとう。お絵かきホットケーキってオムライス？ね、オムライス難しいよ。オムライスだって一回作ったことあるけど美味しくなかったもん。フルーチェね、なんかね、怖い、怖くて食べれてない。やめてよ、エイチャスさん。北海道の人はホットケーキ作るのうまいらしいとかプレッシャーなんだけど。そんな説聞いたことないよ。ショールームのトイレも、そうなの？オムライス配信。え、オムライス絶対美味しく作れないよ。次の日配信できるかどうか。そう、前日の夜にね言うんですよ、ショールームの予約制は。オムライスの中身はケチャップご飯。クッキー作ってランキング上位の方の名前書く。いいねそれ。名前書けるかな。名前書けないよ多分。名前書けないよ。チョコペとかめちゃくちゃ苦手なんだよ。
なんか松重さんがもっと難しいこと言ってる。ホットケーキは焼くだけじゃん。そんなことないよ。焼くのが難しいんだよ。そう、今暇だから配信しようはできないんです。予約しないといけないから。ローストビーフなんて無理に決まってるだろ。ミユだよ。チョコペン。どら焼きはあんまり。え、なんかゴミついてる。ぴょん、取れないよ。出た。お茶漬けでいいです。本当にお茶漬けでいいの？お茶漬けなんてすぐ作れる。イエーイ。みずみの字かわいいね。私の字は小学校から変わってないねって友達に言われるような字です。焼きそば弁当配信あるよ。今2個余ってる。おにぎりは握れるかな。いびつなおにぎりに なると思う多分。しんのすけさんほらありがとうございます。でも料理配信いいね。マカロン作る？マカロンは得意だよ。ご飯炊けるって。私ご飯めっちゃ上手ですよ炊くの。超硬さちょうどいいから。キノコ型のおにぎり作ってください。絶対難しいから。おにぎりの具は絶対ツナマヨ。顔が美しすぎて直視できません。して直視。マカロン作れるよ。米炊き配信から。需要ないでしょ絶対。誰が見たいの？お米とぐ配信。サンマ高いよね。お弁当とか無理だよ。みんなそんなレベルの高いものをミユに求めないでくれ。田植え配信ってなんだよ。まずあれじゃん、土地買わないといけないじゃん。え、待って待って待ってね。舞ちゃんがさ、すっごい妄想膨らんでるの面白いんだけど。マカロンはね、めっちゃ練習したからできるの。山ちゃんさん、フォローありがとうございます。北海道名物？芋とか。芋とかラーメンとかかな。あとジンギスカンとか。ひまわりくんが「ぷく顔して」って言ってた。あ、4番さんヤッホー。マカロンはそう練習したっていうか、作りたいなと思ってお姉ちゃんと作りました。で、あ、じゃあ自分でまず一人で作りたいなと思って作って、上手にできてお姉ちゃんと作って、でそしたら友達が「え、作りたい」って言って「教えて」って言って友達と一緒に作った。カニ食べたいな。ミユも食べたいよ。今日も美しい、ありがとう。そろそろ見押しになってくれてもいいよ4番さん。北海道弁配信。難しいな。できるけど。何色マカロン？チョコ。茶色。チーズ大好きだよ。パスタを生地からとか言わないで。わらわらで逃げるな、逃げるな4番さん。なんで見えんの大丈夫って言うんだよトリピーさん。土曜日のファンミ楽しみね。楽しみだね。メモしておいたら。メモしよっか。ちょっと待っててね。うわ、4番さん嘘ついてる。二押しだよってみんな待ってて。
ペン持ってくるから。もうみんなが二押しだよとか言うから、もうみーは怒ったんだから。怒っちゃったもん。ここ薄くない？まあもうみんなしてそうやってすぐ他の人の名前出すんだから、こんちくしょうこんちくしょうだよ本当に。もうゆかきは危ないからって言ってさせてもらえませんでした。あんまり私は危なっかしいらしいですよ全然させてもらえませんでした。こんちくしょうって言わないのみんな言わないの、こんちくしょうってたんおしみたいになってるんですが、え、そうなんですか、え、こんちくしょうって言わないの、目離した隙に読み切りに埋もれてそう、やばいじゃん。あ、なんだっけ、いいなって思ったの、マカロン作る一人公演、コウメ太夫さんめっちゃ面白くて好きなんですよ私雪かき戦力外の帰宅印象水田は買いに行きません絵日記やるね。じゃあ絵日記、ホットケーキあるね、めっちゃ食べたいからすぐやると思う。オムライスは絶対無理だよ。クッキー、こんなできるかな料理。時間、レッスンとかお仕事とか見てやらないと。ご飯食べる配信、ご飯一緒に食べよう、みんなご飯。パスタってだってさ、タレかければいいだけじゃない。あ、納豆は食べてるとこ見たくなくない、あんまり。納豆食べてるの見たい。ピローンってなるよ。メイク配信いいよ、全然メイク配信。てかそれはね、すると思う。時間的に。自分でソース作るの？無理無理無理、そんなの無理。ひゃ。ピローンってなる。振り返り、何、どうやって振り返るの？みー、あれ持ってないよ。ガチすっぴんからのメイク配信、え、前のイベントの時やりましたよ、ガチすっぴん。え、ほとんどすっぴんですよ、いつも。振り返り配信肉じゃがとか難しいでしょ。
大事に。大丈夫かな。誘いましょうか練習配信。え、それは本当に大事だと思う。誘いましょうかね。ドボン携帯1個しかないからできないんだよね。揚げ物はちょっと無理。誘いましょうかご飯や、抱かれてもいい。コラボ？ゆきたとしようかな。まあやりたいねって言ってたんだよね。スイッチもやってない。ゲームは全部携帯でやってるんです。ネモさん、たくさんだるまありがとう。チーク菓子いいよ。全然いいよ。今夜抱かれてもいい、私つぶれのまま成り行き次第で。大人のねるねるねるねってホテちゃんじゃん。カラオケね、練習しないと音痴なんで私。でもカラオケ配信したいです私。え、しりとり全部わかるまで帰るまで。いいよ。それコラボでやろうかな。ゆきたに、ゆきたに当ててもらうみたいな。歌うまかったじゃんって。今うまかった？うまくないよ。終わらないって言わないでわかるでしょ。怖い絵得意そうってなんだよ。怖い絵とかないでしょ。怖い絵描かないよ。怖い絵ノープラン配信だいたい、いつもノープラン配信。みんなのコメントで助かってます、ありがとう。質問返し配信、質問してくれるの？みんな質問ないくない？そんなもうミユのすべてを知ってるでしょみんな。あ、インスタで質問募集するか。あったまいい。みんな無限にあるよ。コメント見ながらひたすらに焼ける、いつもです。みなぱまさんは適当すぎるんだよ。新規なのでまだまだわからないんです。嘘も新規か。インスタ活用いいですね。ね、いい感じ。学力テスト配信、そんなドリル買わなきゃいけないじゃん。え、きのこさんそんな16回もっと来てるイメージあったけど。始球式の練習中、早い早い、絶対無理、まだ手伝ってもらえないよ。お悩み解決部屋、お悩み解決しようじゃん、みんなの。お悩みになっちゃった、お悩み解決なのに。お悩み解決、生い立ちを振り返る配信。え、何？私は何歳に生まれて何歳じゃない、平成15年2003年生まれで。ってみんなも毎回来てる人が初めましてとか言うんじゃない。
真っ白い闇が深いぞって。そうなの？え、でもみゆさ、そんな1年ごとになんかあるわけじゃないんだよな。いじんないで、もうみんないじんないで。何歳に生まれてって間違えたんだよ。みんな0歳で生まれてるよ。2222人の方ありがとうございます。ゾロ目ゾロ目222。平成15年って最近じゃない？もう18年も経ってるんですよ。北海道弁クイズやる？北海道弁クイズやる？当たるのかな？麺声は北海道弁だよ。マルチだ。配信不足してませんか？最近物壊してないんですよね。偉いでしょう。どうした？なんかトリッピーさんが変なこと言ってたから。みずみんが同じクラスにいたら好きになる自信がある。え、本当ですか？こんな人を好きになるんですか？ミユなら絶対ない。ミユが男だったら絶対ありませんよ。こんな人好きになりたくないもん。北海道じゃない？麺恋は東北なのかな。リアクション練習しとこって。それそしたら広告もし出たらさ、あの嘘のリアクションってことになっちゃうじゃん。5級から9あるの北海道弁って話してるうちにもう49分なんですよ。早いね。ヤングさん初訪問いらっしゃいませ、ありがとう。秋田なの？めんこいは可愛いでよ。だからいっぱいみゆにめんこいって言ってね。髪切る配信怖い怖い、めっちゃガタガタになっちゃうよ。同級生にモテそう？モテません。めんこいめんこい、みんな適当でしょ。そのめんこい、みんなちゃんと心を込めて言うんだ。めんこいは心を込めて言ってください。心のこもってないめんこいはいらないよ。もう心からめんこい。はるかちゃんありがとう。かっこぼーとか使わないで。いい、かわいい、ブチ好きじゃけんってかわいいね。何それ、いい、ね、その方言。よしきさんはじめましてありがとうございます。下級生にモテそう、え、年下ってこと？わかんない、わかんないです。でも先輩と話すことより、あの陸上やってた時先輩と話すよりも後輩と話してる時の方が多かったかも。ちゃんとお姉ちゃんしてたんですよ、私だって。陸上短距離です。ブレッタさんありがとう、かわいい。アサリンさん仕事頑張ってね。
同い年で付き合ってください。ありたん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。めっちゃ足速そう。残念ながら足は遅いんです。同性からは間違いなくモテるね。やった、イエーイイエーイ。同性にモテるのが一番。お、みっちさんこんばんは、はじめまして、ありがとう。サトシックスさんありがとう。みっちさんフォローありがとう。やった、走る姿にキュンしそう、キュンしてください。女子ファン多い印象、そうかな、多い。え、でも結構お話し会とかも来てくれます。でも女性ファン多いのココとかソララとかホテちゃんかな、一番多いの。あとユキネとか。元気親父さんフォローありがとうございます。ヤスさんうるさいよ。オンラインまだ行ってない、おいでおいでおいで。女性になろうかって言ってなれるもんなのか。真に受けしそうだけどな。え、でも男性が好きな顔ではなくないですか。なんか男性は、男の方はソララとかユキタンとかが好きなイメージ。アリタン待ってるよ、やった、ありがとう。そんなことないよ、僕は好きですけど、ありがとう。やったね、偏見がすごい。わ、みんなそんなことないって言ってくれる、ありがたや、ありがたや。ありがたや、ありがたや。55分、ありがとう。ランキング読むね、みんな好きな顔って言ってくれてありがとう。ラブだよ。読みます、ライブランキング15位からいきます。15位、あやかちゃん、ありがとう、ありがとう、嬉しい。14位、みんちゃん、ありがとう。13位、ともさん、ありがとうございます。12位、さくさん、ありがとうございます。11位、さつまの妹さん、ありがとうございます。10位、ななみなさん、ありがとうございます。9位、みなぱまさん、ありがとうございます。8位、がみさん、ありがとうございます。7位、まさよしさん、ありがとうございます。6位、さとしっくさん、ありがとうございます。5位、ねもさん、ありがとうございます。4位、やっさん、ありがとうございます。3位、太郎さん、ありがとうございます。2位、アタックけんさん、ありがとうございます。1位、きのこ、ありがとうございます。みんなありがとう。釣れた、たくさんメモりましたよ。水見から伸びしてキュンってする、キュンってしてください。あ、嘘でしょ、見て取れた、破壊しました。皆さん お望みの破壊です。皆さんのあれですね、念ですね、破壊しろっていう。壊しました、ノート。また破壊したよって、またって言わないで、みんな望んでたでしょ、みんなのさ、みんなの願いがここに現れたんだ、ミユのせいではない。
家のせいではないです。みんなが破壊しろって言うから。ムーさん、ミユの愛、ムーさん、ミズミー愛伝わってます、ありがとう。万博やなって万博です。家も破壊する、家破壊したらもう家なくなっちゃうよ。北海道から応援してます、ありがとう。北海道仲間です。持ち抜群すぎんってリオンって覚えてほしいです。分かったよ、リオンちゃん、リオンちゃんでいいかな。リオンちゃん一人しかリオンって名前ないから覚えました。リオンちゃんありがとう。他の子のところにコリコリコンブしか、あいちゃんうち行こうっと。好き、ありがとう。カブルネさんありがとう。ネモさん、初めて配信見たけど楽しいな、やった、また来てね。エリコだけ回収しますって、なんでミオ回収してくれないんだはい、キノコって覚えてほしいです。もう覚えてるよアリタン、覚えてるよアリタンアリタン覚えてるよ。58ひよちゃんも覚えてるよ、もちろん。まゆちゃんも覚えてるよ、もちろんだよ。マック行ってきますって、いってらっしゃい、お揃いかな、胃袋。もかちゃん覚えてるよ、もちろん。はるかちゃん覚えてるよ、アイコンとかで。れんねんさんも覚えてます。ママだ、あ、たーちゃんも覚えてるからね。じゅんたろさんも覚えてます。みんな覚えてるよ、ちゃんと大丈夫だよ、安心して。ファンのことは覚えてるけど、何、自分のこと忘れてるって、その通り。はい、59分です。皆さん今日もありがとうございました。イベントそうイベントよろしくお願いします、協力お願いします。じゃんけんポン、冬打ちじゃんけんパーでした。みんな勝ったかな。みんな今日もありがとう。おやすみずみんしたっけね。バイバイ、イベントお願いします、ありがとう、頑張ろうねみんな。じゃあ治ったのでおやすみなさい。はい、バイバイおやすみずみん。